おはようばっちゃん。おはようばいせん。こうどこ？とりあえず朝仕事が入ったから朝飯食べようと思って。朝あれやろ、パン派やろ？いや、バリバリの米派やで。せやん。マジで？あ、でも外国ではパンかな。朝俺ちょっとパン派やからさ。あ、朝ちょっと美味しいパン屋があるから。これ看板は？なんて読むのこれ？俺に聞く？ロッペかな、多分、うん、それはまた後で調べよう。話したから、まあ、食べちゃいましょう。ちなみに場所は、そういう顔から伸びてる、出てるトイレ、それに入ったらすぐあるから右手に。パンと美味しいコーヒー飲みましょう。クロワッサン、こういうパンは今日食べへん。ちゃんと一つ一つかな。チュロスはね、チュロスちゃんと一つ一つかな。先輩何食べるの？俺はケーキかな。あ、ケーキ、ケーキかな。イーティン。選択肢がマフィンもいてない。ほんと真っ黒なマフィン。何の味なんやろな。ブルーベリーマフィンって書いてあるけど、ブルーベリーってこんな黒かったっけ？焼いたら黒くなったんじゃない？チョコレートマフィンじゃない？こっちがチョコレート、こっちじゃない、こっちじゃない、ね、チョコレートマフィン、チョコレートマフィン、ブルーベリーマフィン。One. とアイスはアイスアメリカンはアイアメリカのビシュガーの、あーシュガー、コカフェイエン先生いや、どこでもいいんじゃないかな。あの、まだ今行くじゃん。外暑いからちょっと中に入れるよ。こういうのもあるみたいな。で、ほら、Wi-Fi もバッテリー使えるから完璧やね。至れり尽くせり、まあ、至れり尽くせりなのか、それがノーマル、標準なのか。いやでもさ、スタヤでさ、店からさ、あんな美味しそうなパン食べれるって最高じゃん。カープ Thank you。 これはパンって言われるな、フォークで食べる。いや、多分ね、マフィンが若干そっちに行くというか、あなたがマフィンを食べるという。すいません、こんな頼んだ。この俺は結構こういうタイプのパンスで、マフィン、まあ、これがマフィンが55バーツか。うん、まああとカメラ撮ったら後で値段見て。これが55バーツ、これも似たような値段かな。55バーツぐらいから、
これも50バーツ、60バーツだと思うんだけどな。ちょっと見てくるわ。115と55。マッツン、ケーキがまさかの115バーツ。ケーキがまさかの115バーツ。ロッペかな、これ。山倉がさ、まだ言うてる。これ俺が頼んだケーキじゃないけど、食事と食べましょう。俺こう見えてもケーキはあれや、結構うるさいかもしれない。それケーキしか映ってないとかないやんな。大丈夫ですよ、一回映してから引いてるから大丈夫よ。大丈夫です。あんまり引いていいで、たまには物しか撮ってないけど俺ずっと喋ってるパターンのやつある。あ、大丈夫大丈夫、やり直すな。大丈夫、ケーキは俺うるさいで、マジで。いや、フリかなと思って。いや、結構有名なところとかあるやんか。有名なところ、有名なケーキ屋さんってやるやん、その場所場所で。そういうのって結構食べたりする？全然。そうやろ、俺ここ美味しい、ここ美味しいって言われてるとこちょこちょこ食べたりするから。ほんで、なんやそんなんで、ここのケーキや、ここのケーキやみたいな食べてって、うん、美味しい、ここのケーキ美味しいなって思ったのは、うん、もう一個だけ。とりあえず食べよう。宿泊かな、高揚園かな、わかる、高等園、高揚園、高等園、うん、にあるつばがりっていうケーキ屋さん、うん、ケーキ屋めっちゃ美味しい、うん、そこのケーキ屋マジでうまいと思った。とりあえず、とりあえず食べようか。とりあえずつながりとタイのパタヤのロッフェケーキ、どっちが美味しいか。まあ、こんだけロッフェ言うてるけど、ロッフェちゃう可能性が大やから、可能性が大やから。英語うまい。じゃあ、行きましょう。チェリーな、まあ、とりあえず、まあ、いただきます。あ、やべ、先輩の方が言ったでしょ。帰るわ。いや、今帰ったら意味ないやん。あ、そういうことね。ごちそうさまです。お、うるさくないやん。正直、どこで俺もそういうなんか美味しくないのに美味しいとかっていうのはあんま言いたくないから。言ってもってるやん。今言ったやん。これは、うん、なんかスーパーで買えそう。言っちゃダメ、ずっとダメ、絶対言っちゃダメ。いや、そのまま続けてパン行こうか。パンが絶対嫌いでもない。てか、パンってフォークで食べるシステムちゃうよ。手でいこうか、手で。がっつり。いただきます。はーい。中に入ってるのか。うん、チョコレートが入ってる。あ、板チョコやね、じゃあ。よく言う。ちょっと中、中映せる？うまい。噛んでしまったから見えない。ちょっとだけ。あ、入ってるね。ちょっとだけ。パンは、すごい美味しいです。すごい美味しかった。マービンも食べてる。まあまあ、マービンもフォークでさらっと食べる？じゃあ、長マービンをいただくわ。なんかこれ。ん？ブルーベリー。ブルーベリー。ブルーベリーマービンに入ってます。うん、で、いただきます。一番ないかもしれない。食レポ下手か。マーキーない言い方よ。マーキーはないかもしれないな。うん、オッケー。おう、アボちゃん。はい。食ったパン、感想は？パン、うん。いや、俺よく考えたらさ、パンそんな好きじゃなかったもん。
お朝飯パン派ってオープニングでよくよく考えたらあんまり食べへん。え、ここのじゃあ売りは、ここの売りは涼しいし、うん、Wi-Fi サクサクやから、うん、ネットしたいときはパン食べながらっていう感じで来るのもいいんかな。もうホテルでやれやって思います。